それから続きましてです、ねえー、三重県初というふうな、まあ、こみこでございますがマンホールカードを作らさせていただくことにいたしました、あのー、この、まあ、マンホールカードというのはどういうものかといいますともともとはです、ねあのー、下水道の PR 団体であります、あのー、下水道広報プラットフォームと。 いうふうふな、まああのー、国の外閣団体ですね、まあ、これがございまして、えー、そこがですね手軽に、まあ、気軽にできるコレクションというふうなことをアイテムに、えー、今年から始めましたで、えー、我々としましてはこの第3弾としてですねこの、えー、これですね、あのマ、ー、のンホールカードをですね、えー、入れさせていただこうというふうに思っております。 もちこれの特徴はですね各々のマンホールに井戸経度が入っているというふうなことでございます。で、えー、自分の集めたです、ねあのー、ここにありますよという井戸経度がまあ示されておりましてそのカードの裏にですねあのデザインの由来ということで書かれております。でその実際のマンホールがまあこちらでございまして。 でえーまあ、まあ黒いマンホールなんですがいわゆる松阪牛ですねこれがモチーフになっておりましてそれで、えー、首からですね、あのー、松阪の、えー、マークをあしらしたえき、ー、れが、あのー、あるというふうな形で、あのー、首からぶら下げているというふうなこんなまあデザインになっております。あのーまあ、非常にこう愛らしいって言いますか あのデザインでございましてこれを今回、えー、カードとさせていただきたいというふうに思います。えーまあ、三重県で、まあ、こういった取り組みがですね、まあ、初というふうなこともありまして、えーまあ、非常にこう全国的にも注目されているカードでございますんで、あので、ー、しかもですねこのカードは、えー、お渡しさせていただくのは郵送とかそういうことは一切ございません。あのー、いわゆる この松阪の下水道の事務所の総務会に来ていただいて、そこでまあお渡しをするというふうなことになりますので、いわゆる松の観光であるとか、松阪市を訪れていただいて、下水道のカードプラス、ですね、この松阪の魅力というのを満喫をいただければなというふうに思っております。今現在のところ、聞くところによりますと、このカード、すでに全国で25万枚。 えーまあ、出回ってるというとあですかね、あのー、流通をしているということで非常にまあ、あのー、マニアといいますかあのコレクターの方がです、ね、多いと,、えー、というふうなまあことになります多分これからもです、ね、全国的に広がっていくのではなかろうかと、まあ、すでにこれで和菓子が第3弾に乗りますのでこれで全国で120カードが出来上がると。 まあいうふうなところでございます。あのまあなんとかこういった形であの町の活性化のですねあのまあ一層になればというふうなことで、えー、させていただきたいというふうに思っております。今日は実物はあったんだっけ？実物は12月1日からですけど、これ実物台？あこれがこれがまあ実物台のあのカードでございます。まあこういったカードをこう 皆さん方がね、あのこう集めるのがどうもあのいいらしいんです。えー、あのカードマニアっていうんですかね、えー、そういう方がまあ世の中にはお見えになりますんで、えー、アップデート、これ,これでいいでいしょうかね、はいえーまあ、そういうふうな形であの皆さんがこう取られるというふうな、まあ、ことらしいですね。はい、ありがとうい それで、えー、と12月1日から、えー、も早速に、えー、このカードのです、ねえー、配布をさせていただくというふうなことで、えー、考えております。まあ、ぜひともまたあの皆さん方あのご周知をいただきますと全国的にです、ね、注目をされるかと思いますのでよろしくお願いいたします。